こんにちは、美容家の夏美です。今回はコスメキッチンでお買い物をしたので購入品を紹介したいと思います。今回はスキンケア、ボディケア、メイク、日用品など全部で6つのアイテムを購入したので紹介したいと思います。概要欄の方に目次を載せているので、ぜひ気になるものからチェックしてみてください。ではまずは新商品から紹介したいと思います。1つ目の商品は、入浴剤ですね。コスキチから出ている、薬用のカモミールのバスエッセンスです。こちらはカミツレエキス 100% の薬用の入浴剤になります。サトウキビ由来のアルコールにカモミールの前草を漬け込んで抽出したエキスがギュッと濃縮されています。ボディの乾燥やかゆみが気になる人だったり、生理痛が重い方、冷えやすい方にすごくおすすめです。ちなみに私がこれを購入した理由は、全身のかゆみがちょっと気になったからです。原因はちょっと特定できていないんですけど、おそらくこう春になってきて、こう季節の変わり目による影響かなと思っています。なんかね、お風呂に入っている時に肌がこうチクチク痒くなってきたりとか、あと眠っている時もこう体が痒くて目が覚めてしまったりすることがちょっと続いていた時期があって、でそれで、まあ、これがコスメキッチンの新商品ということで出ていて、ちょっと使ってみたいなと思ったのがきっかけですね。でこちらコスキチというブランドで、医薬部外品とオーガニック認証どちらも取得しているという珍しいブランドになります。効果効能としては冷え性、汗も、荒れ性、ニキビ、湿疹、肩こり、神経痛、腰痛、リウマチ、疲労回復、産後の冷え性、痔、打ち身、霜焼け、ひび、赤切れなどいろいろな効果が期待できるんですけれども、私の場合はこの全身のかゆみがこのお風呂2回入っただけでほぼ治ってしまいました。個人差はあると思うんですけども、即効性がすごい高くてびっくりしました。こちら 300ml 入っているんですけれども、1回の使用量が 50ml なので、こちらで5回分使うことができます。キャップ5杯分が約1回分ですね。で私みたいに湯船に浸かっている時にちょっとお湯のチクチク感を感じる方は、こちらキャップ1杯だけでも、カルキ対策になってで、お湯のこう湯あたりが柔らかくなるそうなので、ぜひ試してみてください。あと香りに関しては 100% カミツレエキスっていうと結構濃厚そうなイメージがあるんですけど、もうお風呂の中に入れてしまうともうほんのり香るくらいなので、全然気にならないかなと思います。なんかボディのケアって範囲が広いから、クリーム塗ったりお薬塗ったりって結構大変だと思うんですけど、入浴剤を入れて湯船に浸かるだけだったら全身のケアがね一度にできちゃうので、ボディの乾燥、かゆみ、肌荒れ、それから冷え性とかが気になる方にはぜひ一回入ってみてほしいです。特に季節の変わり目で肌荒れしやすい春におすすめです。続いては入浴剤に続きボディケアを紹介したいと思います。はい、こちらのジオソープです。こちらは以前使ってすごく気に入ったのでリピートしました。こちらは顔にも体にも使える石鹸です。こちらのジオソープはコスメキッチンのボディ用の石鹸の中で一番売れています。すごくねエコな石鹸なんです。ジオソープの洗浄成分は天然の鉱物のゼオライトを使用しておりまして、洗った後も洗浄効果が持続するので、川とか海に流れたお水をきれいにしてくれる働きがあります。で私はどんな風に使っているかっていうと、体用の石鹸と洗面所の手洗い石鹸として使っています。特にきつい匂いとかもすごいよく取れるので、足の裏とかあと脇とかあんまり匂いが目立つと困るなっていう場所をしっかりこれで洗っています。あとはお刺身とかを触って魚臭くなっちゃった手の匂いを取る時だったり、もうスキンケアをした後にすぐ
食品を触りたい時とかにも手にこうお花の香りとか結構香料がこう残っちゃってたりする時にこれで洗うとすぐ取れるのですごいおすすめですね。あと毛穴汚れをしっかり吸着してくれるので、ボディのこうなんだニキビができやすいところだったりザラつきが気になる部分で使うのもすごいおすすめです。フェイス&ボディーソープなので顔に使ってももちろん OK なんですけど、私はアムリターラのインディゴソープを使っているのでこれは体とか手を洗う時に使っています。石鹸なので洗い上がりはボディーソープよりこうキュキュッと感があるんですけど、でもねすごいすっきりするのになんか乾燥あんま感じないからそれがすごく気に入っていて愛用しています。特に私はもう足の裏はこれで洗わないと気持ち悪いってぐらい依存してますね。これからの時期、汗をかいたり、梅雨の時期はこう蒸れたりすると思うんですけど、汗にも蒸れにもすごくいいのでぜひ皆さんも使ってみてください。はい、続いてはメイク品を紹介します。はい、こちらです。アネリアナチュラルのアイブロウペンシルです。こちらね3色あるんですけれども、私は一番明るいライトブラウンを選びました。ペンシルとこうブラシがセットになっています。で今まではこちらのナチュラグラッセのアイブロウペンシルを使っていたんですけど、こちらもペンシルとブラシがセットになっていてちょっとタイプが似ています。ナチュラグラッセの方が細い線が描けますね。アネリアナチュラルの方がちょっと太めです。もう価格が、アネリアの方が1000円安くてどちらも石鹸で落とすことができるのでちょっと今回はアネリアナチュラルを試してみることにしました。個人的には太めのペンシルが結構使いやすいなというふうに感じています。で今日もう夜遅い時間なんですけど今のところ一回もお直しをしていないんですが色落ちも全然していないですし、でも石鹸で簡単に落とすことができるのですごいいいかなというふうに思います。はい、続いてはですね、大好きなクレイを購入したのでこちらを紹介します。こちらはビープルバイコスメキッチンで購入したものなんですけれども、アロマフランスのホワイトクレイを購入しました。こちらの白い、クレイですね。ホワイトのクレイはすごく粒子が細かくって肌触りがすごくいいです。でクレイっていろんな使い方ができるんですけれども、普段は入浴剤に使ったりフェイスパックとして使うことが私は多いんですが、今回はボディパウダーとかフェイスパウダーとして使いたいなと思って購入しました。例えばお風呂上がりにスキンケアをした後肌のこうなんだウエット感ベタつきがちょっと気になるっていう方はナイトパウダーとしてこうベビーパウダーとか使う方も多いと思うんですけども、クレイのホワイトのクレイもそういった使い方ができます。あとはメイクのタイミングでルースパウダーとして、ホワイトクレイを使うっていう方法もあるんですけれども、ホワイトクレイだけだと結構顔が真っ白になっちゃうのでピンクのクレイとかイエローのクレイをこう混ぜると明るすぎないちょっと肌色に近い感じのパウダーを作ることもできます。それからホワイトクレイで UV ケアパウダーを作ることもできます。UV ケアパウダーを作る場合は手作りコスメのこう原料が売っているお店で酸化チタンとか酸化亜鉛をこう購入していただいてそれをホワイトクレイに混ぜると簡単に UV ケアパウダーが作れるということなのでちょっと試したいなと思っています。酸化チタンや酸化亜鉛は天然のミネラル成分で紫外線散乱剤の役割があります。クレイには日頃からね本当にお世話になっていて、毛穴とか角質の除去だったり、血行促進だったりあとはお肌のこうミネラルバランスを整えてくれたりとかすごくお肌にいいことがたくさんあるので、もっとクレイをねいろいろ活用できたらいいなと思ってちょっと手作りコスメにも挑戦したいななんて思っています。もちろんホワイトクレイ単体でフェイスパウダーとして使うこともできるのでご興味のある方はぜひ使ってみてください。はい、続いてはスキンケアのアイテムを紹介します。
はい、こちらリピートしました。アルジタルのブライトニングローズフェイスオイルです。2020年のベスコスでも紹介したんですけれども、もうこのフェイスオイルがナチュラルオーガニックのオイルの中で私は一番大好きで、また春になったら絶対使おうと思っていたのですごく楽しみです。私がなんでこれを春からまた使いたいなと思ってたかっていうと、こちらが乾燥とそれに伴うくすみのケアとしてすごく優秀なアイテムなので、紫外線ダメージの受けやすい春からこう夏にかけてこう使いたいなと思ってゲットしました。お肌がねすごく柔らかくなるので、ブースターとして使うことが多いんですけれども、ちょっと贅沢に顔からデコルテにかけてマッサージもしたいなと思っています。こちらのローズオイルはねすっごい成分がシンプルで、石油系の合成成分とかも一切入っていないので、同じようにこう成分がシンプルでナチュラルなもので作られてるアルジタルとかアムリターラと組み合わせて使いたいなというふうに思っています。で、香りもすごくよくって、ローズとラベンダーの香りに本当うっとりしてしまいますね。すごく大好きな香りです。で、ちょっと小麦のアレルギーがある方はちょっと使えないので注意してください。はい、こんな感じです。で、最後に、洗剤を紹介して終わりにしたいと思います。で、こちらソーダさん、ちょっとイントネーションが分かんないんだけど、ディッシュウォッシュリキッドです。食器用の洗剤です。我が家では洗剤類は基本エコストアで揃えているんですけれども、エコストアもすごい気に入っているんだけど、他にもいろいろ試してみたいなと思ってちょっとこれを購入しました。あとソネットとかもちょっと気になるので、これ使い切ったらソネットも試してみたいなと思ってます。エコスターのディッシュウォッシュリキッドはあと残りどれくらいかっていうのがパッと見わからないので、これはなんかわかりやすくていいなというふうに思いました。で、こちらはまだ使っていないんですけれども、少量で泡立つ、泡切れが良い、手肌に優しいっていう記載があって、エコスターもその点は似ているかなと思うので、どっちがいいかちょっと使って試したいなと思います。確か価格もそれほど変わらなかったと思います。レモンの香りです。はい、こんな感じでコスメキッチンの購入品紹介は以上になります。最後まで見てくださってありがとうございました。はい、今回はアルジタルのオイルとかジオソープとか結構タイミングが悪いと売り切れちゃってるものもいろいろゲットできたのですごい良かったです。で、実はまだまだ他にもね購入して紹介しきれていないアイテムがたまっているので、ちょっとリピート品も多いんですけども、またおいおい紹介したいと思います。これからの時期に役立つアイテムも多いかなと思うので、ぜひご興味ある方チェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。